ってな。そう考え始めたら、それ以来何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃ。そして気づいたらこの有様さ、商品なんて言っていたが、売る気なんかさらさらねえ。俺だってダメなことぐらい分かってんだ。あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ、俺はもう失いたくねえんだ。あんたの気持ちは分かった。だがよ、あんたの嫁が最後まで気にしていた。そ、俺は近所の人に言われるまでここが店だなんて分かった。どこを見てもゴミばっ。二人で守ってきた大切な店が、嫁さんの魂が宿っているとすれば、この店なんじゃねえのか。ゴミさん、お二人の大切なお店取り戻しませんか。業者の方は手配しておきました。近々撤去作業が開始されます。ご迷惑をおかけいたしました。それは俺よりも。それでこの店をきれいにして、家内が守ってくれた大切な店です。どこかで見ていてくれるなら、胸を張って見せられるように営業していかないと。そうか。春日さん、今日はうちの課長に堂々と報告。福祉昇進したら炊き出しの豚汁の肉をもっと増やしてくれや。そうです。じゃあ俺はそろそろ行くぜ。はい、それでは。俺もたまには。
目で見てんじゃねえよ。こちらもパトロールを強化して。何か事件でも。彼のせいで川がこんなに黄ばんでるざます。いやいや、さすがにそれ。ともかく一刻も。凶悪犯ってタッチションするやつのことか。まあ、あの警官も悩んでるみたいだし。あの、ん？ああ、そうだ。ん？ええ。ああ。ありがとうございます。それでは。なあ。気をつけてください。ホームレスの人向けの炊き出しか。おい、あんた。あ、いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえ。あんなに見てて。待てって、違うって。寺門さん、お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど。この甘ちゃんが。おい、落ち着けって。危ない。おい、ダッチ、今度こそ行くぞ。どうか行くんだよ。この子にしてやる。よし、よし、やってみろ。なめないで。よっしゃ、勝ちだ。おい、お、あ、すみませんでした。お、
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
相手にならないんじゃない？私の番ね。来い、来たぶっ飛ばしてやる。俺の番だな。 肩凝ったな。温泉とか入りてえよ。いいね、温泉。風呂上がりのコーヒー牛乳とか100倍うまく感じるよな。俺もホームレスになる前はよく銭湯とか行ってたぜ。一番と同じで風呂上がりの牛乳が好きだったな。あれは何杯でもいける。牛乳飲みまくるのはいいが吐いたりすんなよ。俺が牛乳吐くわけねえだろ。ちゃんと全部飲み切るわ。 開けてみるか。やったぜ。
うん。お。なんだ。おう。うん。うん？なあ。うん。はい。うん。そう。わかった。春日というもの知ってます。所長のお気に入りの乙姫ランドが。はい。まず所長を通して以外のご利用は初めてか。はい。では説明し、ご紹介できる職種は皆さんの経験や経歴、ま、現状は少ないかと。今皆さんに変えるも変えないも皆さん次第なので自己責任でどうぞ。
なるほど。こんな感じで転職をご希望される場合、まあ転職は何度でもできこれだと思う職を見つけるまで。分かった。いいえ、簡単に転職。転職も世の中もそんなに甘くはありませんから。説明は、あと先ほど所長と話されていた横浜先方から採用。ええ、作業場の倉庫は浜北。分かった、また転職相談に来るからよ。ギリか、まあそれが私の仕事です。俺の番だな。来なよ。逃げないよ。とっておきだ。やめんなよ。来てみろ。やめるな。かかってきなよ。強くなっちまったか。強くなったな。よっしゃ。絶対負けない。行くぞ。どうした。
ら来いよ。やめんな。やってやれ。どうした。死ぬ。逃げるなら今のうち俺の前に。こっち見ろ、こっち見ろよ。やってみよう。おい、ちょっとしんどいな。やんのか。頼むだ。これで
強くなった気がするぜ。まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった。
きた。見てろよ。なめんなよ。こういうもんか。行くぜ。ほら。ザコが。来いよ。な。よし、行くぞ。やってやるぞ。ほらよ。ありがとう。荷物が来たらコンテナから下ろして発送地もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。は、はい。読み書きはできる、はい、足し算と引きできます。よし、お前はわかりました。おら、足立さん、こんなもんへで。だけどあんま無理すると。情けねえ。ちくしょう。俺だって足し算くらいできるって。おい、箱の、なんだこれ。こいつはフカヒレだな。一級品か。
それとも俺がわかる。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級し。なんだこれ。ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使う。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使う。おいそこ。すいません。いいか。荷下ろしが終わったら営業担当。俺たちに商品。営業担当が持ってくる伝票に書かれた。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと私。構わん。見るのはここ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢。我下星期也会再带好东西。今のって800万。800万を中国人民元での現金一括。売り主からしたら面倒くさい手間が省けて、す多少買い叩いても本土の。なるほど。分かってると思うが、倉庫の中のものはもしも妙なことをした。はっさ。おう。マジか。